ちら健勲神社といいます。織田信長公をお祭りする神社です。織田信長公は、天下布武という大きな志を立てられまして、戦国のように天下太平をもたらそうということでこう邁進されたということで、大願成就や開運あるいは南極突破といった、ご利益があると一般の方からは言われております。で、織田信長公は、本能寺の変で亡くなられたわけですけれども、こちらの神社ができましたのは、明治の本当に最初期にですね、明治天皇から織田信長公をお祭りするようにというご沙汰がありまして、こちら創建されました。で、なぜこの船岡山になったのかと言いますと、本能寺の変の後に豊臣秀吉がこちらのすぐ北側にある大徳寺さんで信長公の葬儀を執り行いまして、で、その後にこちらの船岡山に信長公の菩提を弔うためにお寺を建てようという計画を立てられました。残念ながら、その計画は途中で頓挫してしまったんですけれども、それ以降船岡山は信長公の霊地として大切に守られてきてました。そういうゆかりがあるということで、明治になりまして、こちら明治8年船岡山ということで決まりました。で、こちらのご本殿なんですけれども、当時明治政府が制限図という、全国の神社を建てる時の基準のものを作ってまして、で、それにのっとって最初に建てられた神社ということで、大変価値のある建物になってます。で、江戸時代は大層神社建築が華美になりまして、日光東照宮とか思い浮かべていただくといいんですけれども、明治になりまして元の質素なものに戻りましょうというようなことで、塗りもないですし、装飾も抑えられたものになっています。拝殿の中にですね、内側に信長公の36行進の額っていうのが飾られております。信長公が偉業を成し遂げられたのには、それを支えた立派な行進たちがいたということで書かれたものです。豊臣秀吉公ですとか、あとは森蘭丸ですとか、柴田勝家、そうそうたる方々と、あとそれだけではなくて、無名の我々には知らないような無名の方で大変な功績のあった方も入ってます。桶狭間の合戦の出陣に際し、織田信長公が回れた敦盛という姉妹の一節を刻んだ歌碑が神社の境内にございます。人間50年下天のうちを比べれば夢幻の孤独なり、ひとたび賞を得て滅せぬもののあるべきかという一節になります。で、ここの人間50年の人間っていうのは人間というふうにも読むんですけれども、人の一生は50年ですっていうふうに勘違いされる方もいるんですけれども、そうではなくて、人間っていうのは人の世というような意味でして、下天の一日が人間界では50年にあたると、一日下天で過ごせばもう50年がさっと過ぎていたというようなことで、人の世は儚いよというようなことを言ったものになっております。健勲神社では毎年10月19日に信長公の功勲を称えて、それを後世に伝えていこうということで、創建当初から盛大なお祭りが行われております。拝殿で敦盛の姉妹がご奉納されたり、長篠の合戦での鉄砲にちなんだ火縄銃の奉納というのが行われたりして、大変にぎわっております。こちら大変四季折々に自然が美しく、信長公の霊気があふれている大変厳かな神社です。ぜひ足を運んでいただいてお参りいただければと存じます。